ドキドキ号が今年最大の正念場を制し、見事 V4 を達成した。キーポイントが付きかなと思ってたんですけど、まあ、各店各店主役がいるんで、まあ、誰が来ようが僕らのやるだけなんで、まあ、全員がやりきってやっと1ヶ月だと思う。アキトのバースデーを成功させたワッツアップが最大のライバルであったが、真っ向勝負し力でねじ伏せ、絶対王者の貫禄を示した。例えばナンバーワンを競う月もあれば、ナンバーファイブが競ってとか、ナンバースリーが競ってとかあって、まあ店として大きいかなと思います。店舗内でライバル関係を構築し、相乗効果でいい争いができているのがドキドキ GO の強みだ。村ちゃんに関しては去年の方が向いてるっていうのが事実かなと。去年は全員で村ちゃん取りに行くぞみたいな、今はもう今のポジションを維持するっておかしいんですけど、まあ、追われる方と追う方っていう意識付けの違いかもしれないですけど、やっぱ去年よりも数字上がってますし、去年よりも力はついてますけど、まあ、がむしゃらさというか行くぞみたいなのは去年の方が大きいかもしれないです。追われる王者の苦悩も正直ある。負けようと思ってやってる子は一人もいないと思う、まあ、それが組織力だと思う。頂点を取った経験があるスタッフが多く、底力があるのも事実。まあ、底力強いんじゃないかと、俺も強いんじゃないかと。2015年10月の店舗売上ランキング第7位、ワンランクダウン、バカサバイバー。第6位、ワンランクアップ、クラウドナイン。第5位、順位変わらず、ドキドキゴープログレス。第4位、順位変わらず、スペード。10月のトップ3はこの店舗だ。まずはアキトを筆頭にスタッフ全員が破壊レベルで成長している代表翔太率いる、一人でも最強チームなら無敵、ワッツアップ。そして進化し続けるアイル、スタッフを束ねるヤマトの統率力を武器にナンバーワンなるか。代表一星ヤマト率いる、進化する超絶ジェネレーションズ、ラブホリック。最後は2015年絶対王者がこのまま年間トップに君臨し続けるか。代表矢吹雄太率いる、旭日商店の異端児コレクション、ドキドキゴー。トップ3は先月と全く同じ店舗、果たして順位は入れ替わるのか。10月の店舗ナンバーワンは、第3位、順位変わらず、進化する超絶ジェネレーションズ、ラブホリック。第2位、順位変わらず、一人でも最強チームなら無敵、ワッツアップ。第1位、V5 達成、旭日商店の異端児コレクション。